フィギュアスケート仲間ってどなたが仲いいんでしょうかね、はい、そうですね、やっぱり女の子とも仲が女子会になっちゃうんだね。村上佳菜子選手とか、うん、鈴木亜希子さんとか、うん、素晴らしい、羽生結弦君ともすごい、みんな仲いい、はい、どういう会話すんの、いやでも本当にもうたわいもない普通の会話ですね、あんまりステートの話とかはそんなにしないしないかもしれないですね。この3人と仲いいっていうのはやっぱ気が合うっていうか馬が合うわけ、気が合いますね。だからみんなでそのグループを組んで LINE でこう話したりとかしてるんや、はい、してます。で聞いたらなんかもう意外と羽生君がド S らしいな。そうなんですよ、だから羽生君がド M なんですバランスがいいんだね、じゃあね2人のすごいバランスが良くて、でまあ、ド S が好きやねん、ちょっとまあ M からしてもその、うん、S… M からしてすみません M の話なんですけど、その S、 その好きな S とちょっと苦手な S ってあるんですよ。羽生くんはすっごい好きな S なんですよ、それはどっちが攻められ方がってことですクジでは説明できないわけね。そうなんですよ。この攻め方がなんかそうなんですよ。無茶振りしてきたりだとか、そういうのが結構好き。まあすごいでしょ。ああいいそうなるんですか。これあの一緒にアイスショーをした時に、うん、あのファンの方からこうプレゼントをいただくんですけども、でちょっと僕ツイッターでなんかド S、うん、ド M みたいな感じで、うん、羽生くんが S でみたいな話をしてたら、うん、T シャツをプレゼントしてくださった方がいて、うん、それでも2人で爆笑してこの T シャツを面白い。